カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンとジモンです。というわけで超獣神祭でございます。もうこれ見てるだけでニヤついちゃうね、この5匹出てるけど。で、今回欲しいのはどれですか？ユグドラシルで。いいっすね、今ノリに乗ってますからね、ユグドラシルでですね、35個。ずるい。ほんと溜めてますね最近ね。で、しかしながらジモンさん、モンスターボックスを見せてください。はい、悲劇のモンスターボックスとやらを。今までですね、かなりガチャ引いてきてますね、ジモンさんは。かなり引いてきてます。もう100個分、オーブ100個分なんてもんじゃないくらい引いてきてます。なのに星5がいまへん。もうこれ素材でもう埋まり尽くしてるっていうね。まあ本当にだから、この亀もまだもったいないっつってね、ホルスとかいるんですけど、星4のやつで、あんまりなんかこう足すとかも全部使っちゃうのもったいなくて、こんな悲劇のモンスターボックスになってます。で、今日ね、いよいよこれを全部合成するモンスターが出ることでしょうね。7回引くんでね。じゃあ行っちゃってください。はい。いやー、ついに来ましたね、この時がね。7回ですから、そうですね。いけ！確定来い！確定ポン！でも金しか出ないんでね。よし。早い早い。なんてスムーズになんだ。さあ、来るか。一発目から優しいか。この流れは、この流れはまさか。動物系が来ちゃったな、バカルディ。はい、行きましょう。ウォーミングアップは終わりです。さあ、来るか。いけ！ストライク！あら！いった！いった！ストライクショットっていった今！はっ！絶対星5ですよ、これ。これって、なんか、リリーちゃんってやつだっけ？あっ、桜木リリーちゃん、星5だ！おっ、出たぞ！初の。暗示重力バリア、イエーイ！ストライクショットってさりげなく言ってたね、今ね。片耳ずつのイヤホンなんで、ちょっと聞こえづらくてね。桜木リリー、炎だよね、これ。炎で、暗示重力バリアの貫通。ちょっと、その、ストライクショットのところをピンと押してもらっていいですか？はい。バラの力で自身がパワーアップ。へぇ。クロスレーザー M。 なんか普通に使いやすそう。あんまり目立ってはないかもしれないけど使いやすそうですね。いや、よかった。レベル1でこれだから HP があんま多くないけどスピード速い、し貫通でアンチ重力バリアだから活躍しそうですね。いや、よかった。しかしながらあと5回も残ってます。今回出やすいのかもね。よし、いきましょう。はい、いや、いいね。いいな、声とか出たことないからな。よし、あの演出いいよな。普通に当たるより嬉しいよな。ああなんつうかな、あのストライクショットって言った瞬間にもうすごいのが出るって分かって、それがあくまでのあの嬉しさね。なんだなんだみたいな。次、はい、まだ5回か。いけ。うわ、全部金だからな、この緊張はないんだ。さあ来い、2匹目の主力。ああ違うか。ルックスがめっちゃ当たりっぽいんだよこの人。サムライキラー L。 はい、はい、あと3回。はい、いやーでも可能性あるね。引っ張れ、いきます。はい、さあ来い、さあ来い。ジョン万次郎、何回見たことかね。このなんか足でっかい感じのなんか、はい、ラスト2回ですね。来い、さらに強いの来ちゃえ。来い、くるりん、パッ。さあ来い、金だぞ金だぞ。ぎゅー、ラストですね。あっという間だな。いやいや、はい、ラスト。まあもうね、1個出てますから。余裕でもう1個出ちゃう。余裕でもう1個出ちゃう。よし、行け！いやー、行きます。行ける。2匹いればディルロッテもいるからな。いやーし！頼む！この祈りはガチです。桜木リリーを育てましょう。そうです。もう亀投入しまくりで。いや、でも嬉しいです。はい、でも、あれで極みにして、で、あとなんかもうちょっと強くなればなんか取れるやついるんですよね。クエストでまあまあ強いやつとか、うん、普通に使えるやつもいるんで、そうすればもう一丁前パーティーですね。いやー、よかった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 。
この動画がもしよければグッドボタン、高評価をぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録完了しますので、ぜひぜひお願いします。その他、私ヒカキンの LINE 公式アカウント、 Twitter アカウントにブログのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、友達登録フォローなどぜひぜひお願いします。ブーイ。